え私が生まれたのは1944年5月6日え山梨県の大月というところで生まれたんですけどえ生まれた時は父はあの満州ちょうどあの太平洋戦争があって日本があの不利になってあのもう戦死も、えー いなくなったような状態で、えー、弱くなってきた時にソ連が参戦したんです。その時に父親が三十ちょっと過ぎですね、三十二三の頃に少将、えー、レジンが来て満州に行って満州に行って一、えー、年半ぐらいして日本が負けちゃったんです。そしたら、えー、あのー、ソ連の捕虜として二年半ぐらい、えー、いてで。そしてえー 私の4歳の誕生日にですねあの舞鶴港というところに戻ってきてその2日後ぐらいに家に来て初めてそこで父親の顔を見たんです。掘れとして生活して帰ってきましたから私がもうあの子供のところにいたずらをしてるなんかしたきにはすぐに殴られるんです。バチンと叩かれててはメメートル4メートトルルもこんなんなだって でもう怖くて物は言えなくてですね私が4年生の時にソフトボール野球やりたくてソフト入ったんですただ3年間4年生5年生6年生 OK だと言ったんですけどグラブを買ってもらえなくてどう言っていいかまた言ったら叩かれると怖いからと思ってそしたら姉が「あの明日あのお父さんが出張するから」 じゃあ枕元に手紙書いたら?」って言うんであの手紙を書いてね「私は左の選手だから右にはめるグラブを買ってしてくれ」と手紙を書いてそっと枕元に置いて、えー、翌日になったらもう私が起きたらもう出かけてて夕方帰ってきて「はいグラブ」って持ってきてくれたのが一番の思い出になってます。小学学校の時は野球やららてくれたたんですけど中学に入ったら 体を鍛えるために柔道をやれとでやったんですけど私は3か月で柔道はそんなの好きじゃなくてやめちゃったんですそして、えー、毎日あの授業が終わってはあの塾みたいなところにねあの勉強しに行ってなぜかというと父親は満州で戦争に行っていろんなあの兵隊さんの怪我をしたのを見ている。 それで父親は私をあのドクターにしたかったんですね。あの外科のドクターにね。でも私は中学2年の9月に内緒で野球部に入っちゃったんです。それがバレた時にああ今日は帰ったらまた叩かれるなと思っていたらあのベースボールのマネージャーがあの教室の中でね。 えー、うまく説明してあベースボールと勉強を両方さすからということであの、まあ、ベースボールできるようになったんですけど何十年か後にこに監督に聞いたらお前の父親が学校に来た時俺は殴られるかと思ったそのぐらいの剣幕で来たということを聞きましたそして、えーとえー、私が3年生の時にですねあの大月市という。 中学の大会る初めて優勝しまして県大会に出たんですよねそれを知ったあの神奈川川崎にある法政二高の監督田村さんという人が知ったんで、えー、あの田村さんの友達がねあの私のとこへ来てあの法政二高へちょっと行ったらっていうんでそしてあの1月に行って、えー、一緒に練習したらあの、まあ、ちょっと投げたら。 もう,もういいもういい2月に試験があるからあの来て入れよってそれで法政にこう入ったんですけど高校3年間私は本当にあのついてないというかあんまりいいことではなかったんです。というのは、えーまあ、1年の時に監督に任せる2年の時の夏の大会であの県大会の入場式をやった後に帰ってきて練習した時に。 あの投げた時にこういうピッチャーランナーで骨折しちゃって投げれなかったんですねもうそして3年になった時にものすごく良くなってきたんですよそしてえ県大会が始まる3週間前にお腹を壊してセキュリーみたいになっちゃって1週間食事ができなくてそして調整してやったんですけど夏の暑い中で投げてたんですけど。 もうあの準決勝の慶応戦はもうあのマウンドでもうひがガクガクしちゃって力が入らなくてまあ負けちゃったそんな辛い思いだったんですよね、えー、そしてえ私の高校3年のシーズンが終わって8月にもう田舎に帰って生活したその時にあの南海フォークスの鶴岡さんがあの甲州街道車で来て私をあのスカウトに来たんです11時頃ですね そして私は「いやプロ野球入りませんあの日本一の監督が私の家まで来てね入れよ」って言ったんですけど「ノーだ」っつってね断ったんですおかしなやつだなと思ったんですよね監督はであのそしたらあの帰る時にですね「もし南海に入ったらアメリカへ行かせてやるよ」と言った途端にですね うわ、あの頃ってあの皆さんテレビで「ローハイド」っていうテレビあると思うあれを見るのが楽しみで地球の裏側のアメリカにへ行ってみたいなと思ったんですけど普通の人では飛行機乗れない、ね、あの時代でしたから、えー、高卒で多分 あの飲まず食わずで1年半は貯めないと飛行機に乗れないあの2年目に行った時は30万パンアメリカンでエコノミーでねかかった時代ですからだから「えアメリカに行かせてくれるじゃあ入ろう」ということでプロ野球に入りました。シエスタジアムニューボールパークで4万人以上入ったところで私は上がっちゃいけないなと思ったんでその時入ってた。 スキヤキソングそれをねラランランランラランランってこう歩いてねマウンドへ上がってそして、えー、まあ,あの投げたんですけどプレーボールで投げて第1球アウトサイドコーナーでねあのファーストボールを投げたら見事決まったんですところがそのボールは昔は記念のボールはあの頃はまだなかっただから私が勝ってもセーブしてもみんなスタンドに入れたんですよ、うん ただここに残ってるこのボールは65年にレッズ戦で6789この4回を1安打4三振でセーブしたゲームでこれはちょっと取っとこうかなと思ったイニングが一番長いイニング投げてましたからこれが1個だだけけ残ってるだけですなんか今年はなんかちょっとあ,あんまりいい状態じゃないというあのー、今。 アメリカ行って藤浪があのなんか阪神でやった時は全然あの違うんですよねだから要するにあのピッチャーっていうのはここが強くないとダメだと思うんですよあのマウンドでこれで打たれたらどうなるかって時にあのこんなになっちゃうと腕が振られなくなってボールがいかなくなって打たれるだからあの佐々木朗希君が。 ななんで今年悪いのかなと思って、まあ、ちょっとあの肘肩を痛めたこともありますけど、えー、まあ普通に戻れば私は活躍できると思うけど私の考えからするともう1年様子を見た方がいいかなというふうな感じは今年の成績がちょっとね納得いかないんで、えー、メジャーの方もスカウトもどういうふうに考えてるか分かりませんけど。 えー、私は、えー、あと1年やってから行ってもいいかなと思ってます私があの行って、えーまあ、日本に帰ってきましたよねそれから野茂、えー、が30年後にあのドジャースに来ましたで私が所属問題でもむいた時にやはりその統一契約書ですねそれをもっとあの日本の旧会 コミッショナーが研究してなかったんじゃないというのはダンの村に聞きましたら日本で近鉄からジャイアンツドラゴンズ行くのはノーだとでもアメリカに行くのは何も書いてないだ私がその所属問題に思ったときにもっと みんなで話し合ってこういうケースはどうなのかなということをやらなかったのが大きなミステークだと思いますね間違ったことだとそして今度ただなってきただからそういうことをこういうケースはどうしようかということをやっぱりコミッショナーの人も皆さんで研究してこういうケースはどうしようかということをやっていってもらいたいんですよね。だから アメリカのコミッショナなのがものすごくあのそういう点ではなるといろんなことをあの進んでやるんですけどあまりそういう意味では日本ではちょっとあのそういうところはどちらのとこが目立ったんじゃないかなと物事が起きてからじゃあどうしようかということなんですよねだから起こる前にどうしようかということをやってほしいなと思います。過去に言いますと もちろん金田杉下、ね、稲尾とか米田とかあピッチャーではね小山とかそういうあのもう300勝したピッチャーいっぱいいますそういう人たちはあの後で聞いたんですけど杉下さんもなんかチャンスがあったらしいんですよね、えー、でもいけなかったというのはあの日本人のおなんていうんですかね、えー いやメジャーってあの我々か日本人から当時するとメジャーってもう雲の上のチームだというとてもじゃないよとアメリカなんか行って大変だというそういうのが頭の中にすごくあったということもあるでバッターでいうともちろん王さんも長嶋さんもそう野室さんもそうだし、えー、まあ,あそのあちの早い福本もね、えー、非常にあの今大谷が。 いっぱいスチロンしてるんですけど福本だったら本当にあのあの今だってもあのやいけば100はやりますなぜかというとあのメジャーのピッチャーあのあのちょっと失礼だけどモーションが大きいんですよ。で癖も結構あってそれをね あの走られないようにどういうピッチングフォームをしたらいいかっていうのをそんなにやってない、えー、そしてチームが増えたからだから私の,あのやった60年代70年代の人たちがよく言うんです今は30チームになっちゃったからちょっとあの全体的なレベルを落ちてるなとあの確かにあの私も昔あのリタイアルしてから。 あのサンフランシスコ83年に行って1年あそこで手伝ったんですけどこの選手がよくメジャーに来きてるなっていうのは何人かいました。そういう意味ではねあの日本の選手も昔、えー、いっぱい行く人は行けた人はいると思います。